はい、こんにちはレトスのおのです昨日の試験お疲れ様でした、まあ、相当疲れたんじゃないのかなと思いますで気になるのは予想合格点ですねでこれについては別途動画アップさせていただいておりますのでそちらご覧いただければと思いますこの動画の最後にも真ん中に動画貼っておきますのでそちらからご覧いただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます「工区には所有権及び抵当権に関する事項が」 おつくには、それ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される、丸かツかという問題ですね。考えたい方は一度動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方から問題文を確認していただければと思います。で、答えはツです。そもそも登記記録、登本とか登記事項証明書ですね、には、表題部と権利部に分かれています。 表題部と権利部部に分かれていますで表題部っていうのは不動産の所在地とか地目、地籍などの物理的な状況が記載されている部分です。一方、権利部は所有権や抵当権などの権利の内容が記載された部分なんですね。そして、権利部っていうのは工区とおつくに分かれています。で、工区には所有権に関する事項つまり所有権移転登記とか差し押さえ などが記載されていて、おつくには所有権以外に関する事項、つまり、定当権などが記載されています。そして今言った内容を登記記録で確認すると、まず、表題部と権利部に分かれますよね。で、表題部は、例えば所在とか地盤とか地目とか地籍とか、これ物理的な状況ですよね。が記載されていて、権利部、これ二つに分かれるんですけども、権利部は権利に関する内容。所有権とか定当権とかですね。で、 権利部も二つに分かれて、工区とおつくに分かれると。で、工区は所有権に関する内容。所有権の、これ、合併による所有権の登記、ちょっと珍しいですけども、まあ所有権の登記ですよね。あとこれ所有権の移転登記ですよね。つまりこれ所有権の登記に関する内容です。で、こっちが定当権。いわゆる所有権以外の内容なんですね。おつくには所有権以外の内容。まあここにもね、細かくちょっと見づらいかもしれないんですけども、書いてあります。所有権以外の権利に関する事項。 これがおつくなんですよで。これを前提に問題文を見ると、皇区には所有権及び定当権に関する事項って書いてあるんですね。これ間違ってますよね。皇区には所有権のみです。所有権のみに関する事項で、おつくには所有権以外、つまり定当権などの権利に関する事項が記録されるので誤りだということになります。 で、この問題はやはりもう頭に入れていただいたら覚えたらもうそれで解ける問題なんですよね。表題部と権利部があるんだ。で、権利部はコ区クとオツクに分かれるんだ。え、コークには所有権に関する事項が記載されていて、オツクには所有権以外の権利に関する事項が記載されているんだ。覚えるだけで解ける問題なので、え、覚えちゃいましょう。で、え、問い2に入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録お願いいたします。で、続いて問い2です。 取引の相手方が、宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合、媒介業者は、重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。丸か罰かという問題ですね。で、答えは丸です。相手方が、宅建業者の場合、重要事項説明、省略することができます。これは、重要事項の説明を省略することができるのであって、35条書面の交付、 これは省略できません。つまり35条書面だけ、飼い主の宅券業者とか、借り主の宅券業者に渡しておけば、重要事項説明まではしなくてもいいですよという問題ですね。なので媒介業者は重要事項説明書、35条書面を交付すれば、重要事項の説明をする必要はない。これは丸になります。で、3番ですね。開発許可です。 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は、開発許可が不要である、丸か罰かということですね。答えはツです。まあ、幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学、専修学校、まあ、そういったものの建築を目的とする開発行為は、原則許可が必要なんですね。例外には当たりませんので注意してください。したがって、ツになると、開発許可不要ではないからツということになります。 でこれは基本的な問題で、まあ、単に、えー、覚えていれば、えー、解けるんですね。しかし、この問題を少し、えー、いじってしまったり違う角度から出題されると間違える方が非常に多いんですね。なので、まず考え方をしっかり押さえておくということがまず一つですね。これは前回の動画からお伝えをしている内容です。考え方の流れですね。これをちゃんと押さえる。 で、この問題に限ってなんですが、ちょっと引っ掛けポイントがあるんですね。まあ、ただちょっとこれは無料ではちょっと説明できませんので、え個別指導の方でお伝えしていきます。そして初めにもお伝えをした通り、今年の予想合格ラインについては、この動画の真ん中に動画のリンク貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオロでした。